バランスよくやっていきたいという考え方で、人事の構想をしているところであります。代表代行は、代表代行としての筆頭として党務の総括という担当で、同時に選挙対策委員長を兼ねて平野博文さんにやっていただきます。政務調査会長を泉健太さんにお願いします。国会対策委員長は安住淳さんにお願いをする、ということで、今ご本人にもご了解をいただいて、内定をさせて、いただきました。円滑な選挙準備等もできないだろうというふうに思っていますので、まずはこうした経緯について十分に共有されているメンバーで、特に今の申し上げた、国会や選挙などに関わる部分のところは進めていこうということ、その上での全体としてのバランスを見ていく。